次もかぐや姫が隠れた名曲を発掘する作業。
の人呼ぼうかな、あの人へ、うん、ピアノのマリリン、こんな僕昔から聞いてたんだけど、聞いてた、ちょっとアニソンちょっとだけね、遅いよ、昔からなんか夕方だったり朝だったり昔からやってるアニメ、今はほとんどやってないですけど、好きだったアニメをね、それがもういいかな、いやこれだカチッて当たったりするなれんわ、好き、一休さんってずっと好きで見てたんですね、チーンっていう、これはね、これっていつからあったアニメなのって聞いたら、いや父とか母はのちっちゃい頃からあったっていうんですよ、そんな昔のアニメなのって、昔っぽいけど、昔っぽいけど、この雑誌にね、さっきの雑誌に載ってたんで、あ、ギターでもできるんだ、ギターでしてみっていうことなんかなみたいな、ちょっと結構いい加減なコード合わんじゃないかみたいな、タイトルはトンチンカンチン一休さん、懐かしいでしょ、ちっちゃい頃から聞いてたり見てたりやつか、多分教育テレビしか見せてもらえなかったら見てないか、まあ、こういうふざけた影姫のふざけた曲があって CD 化はされてないんですよね、yeah。
講説をね、本当にやるときは時々やるんですけどね、お客さんにシャーララを歌わせてね、やるんですけど、僕はやめときました。しようかな、やめとこうかな。してみる、あんまりね、戦場。これはね、翔也とかパンダさんが加入する前のかぐや姫、第1期のかぐや姫、メンバーが違うときに出した曲で、で、翔也とかが、まあすぐね、それは1年ぐらいで終わって、その翔也が入って、翔也が嫌がったそうですね、これだけでやるのね。ね、シティソング作る翔也ですから、こんなのやりたくないっていう感じだったみたいですけど、シフトしてそこに合わせていったみたいですけどね。最近では後節のソロのコンサートに坂崎が乱入してるね。祇園精舎の金声って言ってるんですけど、僕はやめてきました。やってもよかったんですけど、まとまらなさそう。かぐや姫ね。じゃあ次の曲で一人で再開します。かぐや姫の、あ、今の曲はあれですよ、レコード70年ぐらいの曲なので、1970年ぐらいのレコードにはなってるけど、そのすごい売れてたらね、CD 化もしてるんですけど、まだ売れてない頃だったんで、CD になってなくて、時々コンサートでやるので、知ってるだけで、2番とか全然聞いたことないけど、こうだろうなって歌ってるんですよ。